わけで、マスタング君は見事親友の仇を討ちましたとさ。めでたしめでたし。まさか脱走された上にターゲット当人にとどめを刺されるなんて予定外だわ。爪が甘いんじゃないの？いいじゃん。犬が餌を食べちゃったってのも、おつで。収穫もあったんだしさ。留置所襲撃犯だってさ。あらあら。第五研究所の崩壊に巻き込まれて死んだと思ってたわ。そう。こいつが炎の大佐と接触した可能性ありね。どこに逃げ込んだか分かってるの？いや、生前と一緒で逃げ足は早いわ。隠れるのが上手だわ。要するに分からないんでしょ？無能ね。うるさいな、おばはんは。人手が足りないんだよ。人手はこれ一つで十分よ。さあ、出番よ。出なさい、バリーザ・チョッパー。だからよ、俺をこんな体にした研究者はもう死んじまってるから、不老不死とかそういうのはわかんねえんだよ。そりゃないでしょう。交換条件だよ。留置所で手伝っただろ。それはおめえを脱走させてやったことでちゃうだった。そうだ、おめえ、アルフォンスとかいうやつと知り合いだろ？あいつも俺と似たような体だから、そいつに聞くといいぞ。ああ、あの鎧やっぱりか。よし、ちょっと行ってくる。何かあったら信号出せよ、ランファン。はい。行ってらっしゃい。おい、いい加減説明しろ。うっせえな。おめえの役割は、留置所襲撃犯に脅されてボロアパートに監禁されていた哀れな軍人 A だよ。は？あの、俺ここの家主だよな。な。やあ、エリザベス、元気かい？あら、ロイさん、いつもお電話ありがとう。また仕事中？ああ、どうしても君の声が聞きたくなってね。お上手ね。でも、あまりサボると怖い副官に怒られるんじゃないの？大丈夫だよ。彼女は今休みだから。いいわね。私はしばらく店に出ずっぱりで、うちに帰れないかも。ホークアイ注意が休みになった途端これだ。本当にあの人、おもりだったんだな。普通仕事中に軍の回線で女に電話かけるか？どういう神経してんだ。私もこっちに来てから休みなしだったからね。そろそろ休暇を取ろうかと思ってる。あら、どこかへお出かけ？最近釣りにハマっててね。一緒にどうだ？
これからどうするの？どうすっかな。どうしてほしい？怖かったよ。ヒューズさんが殺されちゃうような危ない場所で、エドもアルもずっと戦ってたんだなって思ったら、すごく怖くなった。だって、死んじゃうかもしれないんだよ。急に、私の目の前からいなくなっちゃうかもしれないんだよ。そう思ったら、すごく怖くなった。正直、旅をやめてほしいって思った。でも、アルが元の体に戻るのを諦めるって言い出した時、嫌だって思った。これも正直な気持ち。元の体に戻ってほしいけど、危ない旅はやめてほしいって。ごめん。私もどうしたいか、わかんないや。ウィンリーは優しいね。え？何言ってんのよ。ヘイヘイ、どちら様？いきなり何すんだよ、少佐。ん？いかん。オートメイルが壊れてしまったな。これはいかん。すぐに直さねばならん。どれ、我が輩がリゼンブールまで送って死んでよ。はあ？わざわざ帰らなくたってウィンリーがいるし。何？リゼンブールに帰るの？おお、アルフォンス・エルリック。お主は目立つからここにいるように。え？よし、すぐに汽車の手配だ。行くぞ、エドワード・エルリック。お出かけ？リン、どこから？窓から。国家錬金術師なら軍のホテルを使うと思ってしらみつぶしに探しちゃったよ。だからってなんで窓から来るかな。ほら、一応犯罪者だから。僕たちの知らないところで何があったんだよ。バリーザチョッパーから話は聞いた。君たち面白いことになってるね。明日あたり店に寄るよ。お土産は何がいい？あら、ありがとう。ケイトにも何かお願いしていいかしら。あの子、頑張ってるから。ごめんなさい、ロイさん。ケイト？お客様が来たわ。ジャクリーン呼んできてくれる？ジャクリン、客が来ましたよ。了解。ざわざわする。体の感覚がないやつが何言ってんだ。なんだこの匂い。落ち着
つけよ、ファルマン。こいつは殺しちゃダメだぜ。おい、援護してくれ。おい、他にまだいる。まだ他にってどれくらい？十、二十、いや、それ以上。嘘だろ、弾が足りん。突入されたら終わりだぞ。大丈夫だ、一塊のまま動く気配がない。っていうか、その前にこのゴリラみたいなやつを。援護くらいはできる。もう終わり？かわいい人ね。手加減はせんぞ。やってみよう。行け。行け。行け。これでも食らえ。まったく。ここでペルソナだ。こうだ。行け。当たれ。
味方か。ハボクソイ、悪いな、罠張ってるのを気づかれちゃならねえと思って連絡入れなかった。どこで待機してたんですか。隣の部屋で。バリーが留置場襲撃してからだから3日前からか。毎日仕事が終わったらここに直行だ。おかげでデートもキャンセル。また振られたら労災申請してやる。こいつ。外出るぞ。しかし外にはまだ敵がいるかもしれないんですよ。外だから大丈夫なんだよ。よっしゃ。行け。よし。私一人で十分だ。まったく。行け。やってみよう。行け。もう終わり？ここでペルソナだ！こうだ！行け！Hee!
ユッサー乗りかかった船だ、進むしかない。行け。かわいい人ね。手加減はせんぞ。行け。悪いな。それ。ユッサユッサ援護くらいはできる。もう終わり？やってみよう。行け。それ。本当に愚かで弱い悲しい生き物ね。
よっしゃ。よっしゃ。これでも食らえ。心配すんな。音なら大丈夫だと言ったろ。俺たちには鷹の目がついてる。